どうも白洲太郎です。はい、はい、というわけで今日はブラジルのバイア州シャパラジャマンチーナにあるバルドカパオンっていうね村に来てます。でその村の名物であるカシオエラダフマッサ、この滝を今日はね現地在住の日本人ダンサーともちゃんと一緒にね歩いてみようっていう動画です。というわけでこのすんごい滝皆さんにお見せするんで楽しみにしてくださいね。それでは今日も行ってみましょう。せーの、はい、はい、というわけでね始まったんですけど、さあ今日はどんなアドベンチャーになるのか、そんなに激しい道じゃないんだけど、でも結構急な坂とかあるから疲れないってことはないね。このカシオエラダフマッサはねシャパーダジアマンチーナの中でもかなり高いね高度を持つ滝として知られていて、だからすごい迫力だと思う。エンタウンバムラ、はい、というわけでね入り口に着きました。ここでね名前登録してでトレッキングに入るということです。今日平日でまだね観光客は賑わう時期じゃないんで、8時5分だけど僕らはね一番初めのね入山者ってことです。ウェアドミゴオレビー上がりです。というわけで始めます。6キロぐらいって書いてあったな。ただね坂が結構あるんで結構疲れると思う。でねいきなり坂道なんですよ。こうやっていきなり坂道だから結構もう息が切れてる。こんな感じでねしばらく登っていく感じです。ほら結構ゴツゴツしててね、でも一応旅行者が歩きやすいようにはしてある。こんな感じ、雨の日は滑るから怪我するけど、今日はね天気良さそうなんで行きましょう。はい、とりあえずね今上がってったんですけど、やっぱ予想以上に坂がきつくて、見てくださいこれもうすんごい汗で、前にともちゃんとチャムはガールズトークに花を咲かせてて、ちょっと僕一人で今一緒にいるんですけど、結構ともちゃんすごいよ、山登り体力あるね。淡々と上がっていく感じで汗もかいてる様子なかったよ。はい、この辺でどんなもん、まだだよねともちゃん。そうだよね、これ3分の1も来てないかな。そうだよね、そうなんだよね、そうそう、坂はね前半部分だけなんで後半は楽になるはず。ただ前半息上がるよ。ともちゃんすごいよね、息全然切らしてないもんね。切れてます。うん、淡々とひょうひょうと登っていく感じがね、さすがもう山育ちだね、もう。うん、育ってるよもうすでに。はい、というわけでここがねミランチ美形ポイントってことで、ともちゃん地元なんでやっぱりチャムにいろいろと説明してくれてますね。すごいよね。ねあっちの方に小さく見えるでしょ民家が、ほらあっちの方に小さく民家見えるけど、結構高いとこまで来たよね。真剣にねロケーションを学ぶチャムです。はい、こっからはもう絶景ポイントばっかりだね、ともちゃん。半端じゃないね、ここは。うん、すごい可愛いよね、これ。森のゆりかご。本当だね。見て、あの、自然が作り出したあの、谷の中に村があるから、やっぱりバルドカポーンなんだな。そうね。すごいところです、ここはやっぱり。ねえ、ここがね、もう10年以上前はもう、もっと秘境でね、全然、知る人ぞ知るところだったんだけど、最近はかなりメジャーになってきてるからね、ともちゃん。そうなのね。そう、ともちゃんもちょっとそのね、バルドカポーンから、また違うさらなるね、行くかもしれないっていうね、さらに奥を目指すというね、ともちゃんです。どっち？あっちの方か。なんかあっちの方に住みたいんだって、ともちゃん。あの、人がいないところね、全然。うん。電気もないところがいいんだって。そんなともちゃんの話またまた聞こう。ね。じゃあ進みましょうか。もう坂道がだいぶなくなってきて、ここからは平原を行く感じなんで、ハードな部分は過ぎたかな、一番。ね。今日は、ちょっと曇り気味なんだけど、
風も吹いててすごく気持ちいいっす。トレッキング日和かもしれないね今日は。うん、はい、ちょっと今蜂がね結構ブンブン飛んでてビビりながら撮ったところ、まあ蛇とかも結構いるし油断はできない。単純に滑って怪我したりとかね、そういうこともあるんで、トレッキングはやっぱりね油断できないっす。どうですかここ、すごいでしょ、ほら見て、ほら、わーお。はい、というわけでね、坂道終わって今度はジャングル的なね中を歩く感じ。まあでもね、道は一応できてるからこんな感じで緑の中を通ってね、半分ぐらいは来たかなって感じで、気をつけて進みましょう。今ね歩き始めて45分とかそんな感じですね。結構下もぬかるんだりとかもしてるんで気をつけていきましょう。ともちゃんプロだからサンダルで行ってるけど、帰りは臭くって言ってた。僕らはもうね初めから草生えてきた。結構ドジだから滑っちゃうんだよね僕は。はい、こんな感じでちょっと沼地になってるんでね、ところどころ水がね、土がぐっちゃぐちゃになってる。さあどうする、よいしょ。最近カパオンはね雨が夜は結構降ったりとかしてて、ずっと降ったんだって雨が。その影響もあってね結構ぐっちゃりしてるとこもある。おう、なんとか。はい、チャムに心配してもらいました。よし、はいって感じでね、どんどん前に進んでるんですけども、今回まだね誰も旅行者現れてないのね。だから僕らの貸し切りなのね今のところ。だからこの状態のまま早くゴールに着いて景色独り占めちょっと少しの間だけでもできたらいいなと思ってます。はい、というわけでね、水のあるところに到着。こんな感じ。ガールズ2人はもう先に行っちゃってるんですけど、僕も今から追いかけます。もうすぐゴールってことで行ってみましょう。何個かポイントがあるらしくて、僕もね何回か来てるけど忘れてるから、ここはもう現地在住のともちゃんに任せってことで頼りにしてます。あれどこ行っちゃったかな、結構先行っちゃったっぽいぞ。おー、見えてきた。ここでねパッとね眺望が開けんのよ、ほら。おー、すごい。ここから先行くとね滝が見えちゃうのよ。すごいねここは。やっぱりね一気に開けるもんね。うーん、わーおー。あー、もう水しぶき来てるね、滝の水しぶきが来てる。うん、一番乗り、今日の一番乗りです。で今んとこ貸し切りね俺ら、ここ。わーおー、気をつけてね、これ滑って落ちたらアウトだからね本当に。すごいすごい、見てほら、わかりますよこれ、ほらこんな感じ。伝わんないかなこんなんじゃ。とにかくすごいんだよこの谷が。ここがねカショベラダフマッサ。なぜフマッサっていうかというと、やっぱりあの水がね煙みたいに吹き上がって見えるんですよ。ただ今日そんなに水ないかもしんないかな。とりあえず真横から見てみましょう。いやでもこれね映像じゃ伝わんないんだよこの凄さは。ぜひみんなに来てもらいたい。なかなか大変だけどね、ここまで来るのは。さあどうだ。おー、風がすごい、やばいねここ。あ、水あるね、見えてきた。見てあれがね、カショベラダフマッサ。久しぶりに来た。すごいでしょこの崖っつか谷っつか。到着しました、イエーイ。東京綺麗だよね。見てほらこの壮大な感じ、カメラで伝わんないかな。はい、というわけでね今ね10時前かな、うん、2時間ぐらいかな、うん、かけて来ました、はい、ね、どうチャム。いやーでもね2回目ですけど、うん、圧巻されますね。すごいよねここね本当に。トモちゃんも東京綺麗、ちょっと怖いね。はい、ちょっとね角度を変えて来てみたんですけど、どうですか、わかります、ほらすごいでしょ。はい、というわけで今からこの谷の凄さを皆さんにお見せします。いきますよ、これ落としたら終わる。おー、すごい滝できてるね秋。
ごいな、本当に半端じゃないよ、ここ。でも本当にすごいぞ、やばい。こんな感じ、わーおーって感じっす。はい、って感じでちょっとリラックスっすね。風気持ちいいね、本当に気持ちいい。僕らのチャンネルではこういったね、ブラジルの魅力をね、皆さんにお伝えしていくチャンネルです。これを機会に皆さんチャンネルのアップになって、僕らとブラジル一緒に盛り上げてください。すごいでしょ、ここ。すごい、半端じゃないよ、ここ。さあ、でチャムも恐る恐るね、ほら、虹見えた、ほら、チャム気をつけて見て、ほら、見えます、今虹見えるでしょ。角度によってね、常に見えてるの、水が、あ、虹が見えます。これ数百メートルあるよ、本当に。はい、こんな感じでね、茶色い川でリラックスモードってことで、ここぐわっと降りて、あと30分ぐらいで着くかな。早く飯食いたい。わお。はい、というわけでね、ついに着きました。着いたよ。結局帰りはやっぱり1時間半ぐらい、ぐらいかな。うんうん、1時に着いて、ね、無事に着きました。でここで下山時刻と書いて、昼飯食いましょう。ちょっと寄付ってことで、よし行こう。おやらみごん、あれよ。はい、というわけで今から飯です。はい、んで昼飯はね、このヘッサーランチ、僕らでおなじみのカポーンに来たらね、だいたいこれ食ってる。でここはね、プリメロヘッサーランチのバルトカポーン、ここはね、カポーンで一番初めにできたヘッサーランチって言ってますね。1985年から営業してると。1985年のカポーンっつったら今とは全然違うだろうな。もう多分こういうお店とか全然なくて、本当に村って感じだったと思う。とりあえず今日はこれ食います。昼飯を待つ間もガールズトークに花を探しています。いただきます。お疲れ、ともちゃん、ありがとうね、今日は。またお願いします。ね、また遊びに行こうね。最後に昼飯の紹介をしておくと、ブラジルではおなじみのフェジョン豆のスープに白ご飯、その上に目玉焼きが2個とサラダがついて20リアル、540円って感じでした。ビールはちょっとズルして、近くのスーパーで買ってきたやつをこっそり飲みながらって感じですね。というわけで今回はこんな感じっす。チャオチャオ。